ボールジョイントに打ち当たれば勝手に当たったんですよ。要は足の長さが分かれば法則で打ち当たるんです。それやってみてください。ボールジョイントに当たるはずです。どうでした？当たりました？当たった方手を挙げてください。ちゃんとボールジョイントに当たったという方手を挙げてください。まだ出ないんだ。もう一度、あ、いきます。もう一度聞きますね。ボールジョイントにちゃんと当たったっていう方は手を挙げてください。当たりました。そちらの男性チームはどうですか？当たりました。どうでした？これね、僕あの無作為にやってますよ。無作為にっていうか、あのいきなり、武藤さん当たった？これがどういうことを意味してるかというと、要は今あの最初に聞きましたけど、足の採寸できる方って1人しか手が上がりませんでしたよね。で今当たったっていう人はもうそれで採寸できます。すごくないですか？これめっちゃ俺自慢したいとこなんです。ダメですか？で何が言いたいかっていうと、この法則を持って靴を作るって、息痛感着方も全部これで補正しますので、作る側もめちゃめちゃ簡単なんですね。で、キミちゃんごめん、ちょっと待って、今度は生産者側の意見を言ってもらいます。キミちゃん、今ねこれでボールジョイントが当たったってこと、皆さんで、ボールジョイントが当たるってことはどういうことかってことで、今度は生産者側からしてこの物差しがあるとどうだってことを言ってください。ちなみにあの JSTF の橋本代表です。彼のところの靴はだいたい10万円から上は天井知らずなんですけどです。で先ほども午前のことでも言いましたけど、この間は読売ジャイアンツの固有名詞出したかんということやで、エッチ監督の靴を作った。以上です。あ、すいません、JSTF の橋本、今当てていただいてボールジョイントを使っていく方に関しては、あの私たち作り手の方は木型に補正を加えるんですよ。あの例えばきつければ、数字がいってれば、要はそこに革を張って一方を持っていくっていう形を取るんですよ。で僕らはそれある意味その物差しがない状態で感覚で測ってた部分もある。でそれが、まあ、言ってみればたまたまうまくできたっていう歴史なんですよね。で今この物差しがあるっていうことは、日本全国、まあ、または世界各国どこでも、あの少しそういうのが分かってくれば測ってもらえて、その数字を送っていただくだけで僕らはもうすごく作りやすくなるんですよ。ということは、時間短縮で製造できて、でデリバリーも早くなるっていうデカウパリで、今ここを参加されている方で機械靴メーカーだって方見えますか？機械靴メーカーだ見えません。機械靴メーカー、この JSTF はあのハンドソー手製靴っていうんですね。ですが実は一番可能性あるのは機械靴メーカー。
上代で言ったら9800円から2万円までの靴を作ってるところっていうのはすぐ加工、加工の仕方を加えるだけでオーダー靴メーカーになれるので、全て材料揃ってるじゃないですか。木型もあればトーラスターも圧着機もある。あとそれに木型の補正のノウハウを加えるだけ。しかもデータ的なところでいうとこのアップモンストという物差しができてますから、どこのメーカーでもすぐオーダー靴メーカーに一部オーダー靴部門を作ることができるっていう話なんですね。で、ちょっとあの実験的にその材質も見てもらいました。これ体験しないと分かんないんで、あのいきなりそれやってきました。じゃあ本題に入ります。第2部、自社の弱みを生かせ。通常は自社の強みと書くと思うんですけど、俺ひねくれてるもんですから自社の弱みって書きましたね。自社の強みではありません、弱みです。この中で明確になった自社の弱点欠点は本当に弱みでしょうか。アフターコロナは新しい価値観が生まれる、これは事実です。仮に靴は e コマースの 方が合うようになったらどうなりますか。消費者は店頭で靴を買うでしょうか。今あの午前の部でも言ったんですけど、実は僕あのオーダー靴をそもそもやろうと思ったわけじゃないんです。足をデータ化しようとして15年前に会社を起こしたんですけど、で足をデータ化する作業のうちにデータ化イコールオーダー早くにあのオーダーのデータ化っていうのが早くに固まったんですね。で午前中何度も言ってますけど、あの大手メーカー M 社で、私のアップモストのオーダーシステムは13年の実績があります。当初は6万円、今は8万円の売価ですから、8万円の商品で13年もトラブルがあったら絶対気づきません。これは自分で自負していいと思っております。で、即数ベースですけど現状も約束ぐらい受注が200足バカにしちゃダメですよ。1600万ですから。1600万の、駐在が今もたまっています。これコロナ禍で、本当に3本伸びているんですね。で、生産が間に合えば下手すると、君ちゃんどうよ。倍増とは言わんけど5割は高いな。生産が追いつかないんです。で、マイナスここに書いてます。コロナ禍による大幅売上減、受注減。皆さん私のところが伸びてるっていうところあったら手を挙げてください。落ちてるでしょ。この中で実は伸びてるのは彼のところだけです。なぜならオーダーだから。ロレックスが売れる、ポルシェが売れる、同じ理屈です。次、コロナ禍による資金繰りの悪化、これも言われてますよね。ただしジャブジャブにな、制度融資があるから、商工リサーチだとか帝国データバンクの件数は少ないんですけど、それは治療薬じゃないです。カンフル剤です。それが止まった時にバタバタ潰れます。コロナ禍による購入スタイルの変化、まあはっきり言って靴業界にとってはステイホームなんて、リモートなんていうと革靴売れませんよ、ね。うちの周りは、ウールなんてスーツ屋なんですけど、スーツも激減してます。スーツ革靴一緒でしょうね。それからプラスもチェックしましょう。僕はこのコロナで一番考えたのは仲間作りです。浅草メンバーって言ってますけど、仲間を作れ、一人ずつは弱くてもそれぞれの特徴を生かしてやればいいじゃないかと、こうやって言ってます。で、そうすると小さな会社ほど強い。この意味はですね、大きいところは作れますけど小さいところは方向性を変えれば生き残れるので、いかようにでも生き延びてみせるという意気込みだけでいいわけです。3、
粗利がない商売との決別。もうね、靴屋ってね、すごい、まあ資産家なら別ですよ、粗利もねえのに在庫抱えてようやってますわと思いません？私、あの橋本もそうですけど、基本的に原価を倍にします。じゃなきゃ頭下げれない。そのなあ、私、粗利の高い商売をしてより高度なサービスをする、その時に心からありがとうございますと言える、粗利の取れない商売で本心から感謝できるでしょうかって話ですね。で、まあプラス方向転換のチャンス、取扱い生産商品の見直しチャンス、新しい販売チャンネルへのチャレンジ、本当思います。商店街でお客も来ないブーブー言う前に商店街脱出すればいいじゃないですか。あの出張販売大いにありだと思いますよ。っていうかオーダーだとほとんど出張販売です。僕の顧客だと医者とか多いですね、建築屋の社長だとかで応接で、コーヒー飲みながらバッてお抱きって時に、こんだけのもんですから、これの2枚あれば両足なんで、私カバンにいつでも入ってます。まあ俺君もそうですけど、飲み屋だろうとどこでも測ったことあります。で一足売ったら10万円、良くないですか？僕の最高は森山の大会でって1日14足売って、で86万森山まで行きますよ。40何万あらりあって、で森山で森岡か岩手県盛岡で散々夜飲んでたから半分ぐらい使っちゃいましたけどね。そういう荒っぽいとこありますね。まあいいや、その次です。新しいグループを作るっていう、アフターコロナはお客様の足データが最も重要だと思ってますと。足データさえあればうんぬんかんぬんって書いてあるんですけど、まあここの立て付けはどうでもいいですよ。データっていうのは何がある？午前中も言ったんですけど、コロナ禍でコンタクトは使ったことあるんですよ。コンタクト珍しい、ゼロ。コンタクトって眼科で1時間半ぐらいかかって処方してもらったんですけど、今はネットで買えるんですね、データが分かれた。そうするともうコンタクトは完全にネットで買う商品ね。すごいうなずいて見えますけど、これが元に戻るかって話です。靴もデータで買う時代になったら店頭に戻るでしょうか。アフターコロナの新提案、有名 e コマースに出店しますか。売価の 40% も経費がかかります。この中で e コマースで売ってみえるパターン見えますか。まあいろいろあるんですけど、38とかいろいろ、まあサクッと4割取られちゃいますよね。4割取られる商売で、売り上げを作るために靴を売るのか、儲けるために靴を売るのか、どっちって話なんですよ。で僕はこう思ってます。いい子、79億人の足データがとにかくデータになっちゃうよね。みんなぐるっとで、無駄な靴ばっかり履いて捨てるのが本当に SDGs 的にもおかしいとは思います。あら、原価出しちゃった。本来これフェイス、なんだっけ、ライブ配信してるから、これ飛び越えた。だけどもう行っちゃいます。要はメーカーが本当は一番チャンスなんです。今売り上げ落ちてるっていう機械物メーカーほどチャンスなんです。